コテリン、真実はいつも一つということで、今回ご紹介するものは、こちらでまた顔のところにこれが来ちゃってるか、セガさんのラッキーくじ名探偵コナン、ラッキーくじの景品なんですが、新書クッション全2種のうちの今回はコナンくんです。コナンくんですね、あ、かっこいい。真実はいつも一つって書いてある、このこっちの方の絵柄ね、この隣キットさんだけどね、がここにバーンって貼ってあるんですが、こちらもですね、あの女は開けられず見られずで、ちょっとなんとかこれ顔見えないかな、あ、いけそうだよ、動かせるよ。あ、でもこのなんかこの髪が曲がるの嫌だな。よいしょ、頑張れ頑張れ頑張れ、髪、あ、髪曲がった、曲がってる、いやー曲がった、よし戻った。ということでコナンくんの顔、あ、いい感じになってない、素晴らしいね。ということでこんな感じです。裏はですね、ドン、これレスナーディテクティブコナンって書いてあって、さっきのこっちの表の絵のシルエットが入ってますね。すごいビニールガッサ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 入ってるけどごめんなさい、うるさかったらすいません。ちょっと、なるべくこの状態で喋れたらいいかな、そういう感じじゃないかな。ということで、こちらがクッションの全2種類のうちのコナンくんでした。意外とねふわふわだよ。これもね圧縮袋に閉じてね入れてたんだけど、ふわふわです、ふわふわだしいい匂いしそう。開けてないからね、匂いとかわかんないんだけどね、多分普通のクッションの匂いなのかな、わかんないということで、名探偵コナンの、はい、指立ちしてた、セガさんの、ラッキーくじ名探偵コナン、くじの景品シーショークッション全2種のうちのコナンくんでした。光っちゃってる。ということで、There is always only one truth。 高原でした。さらばじゃー。